かったね、ゆいちゃん。また一緒に行こうね。はい。さて、この後どうしようか。そうね、一旦宿屋に行かない？キリト君、アイテムの整理したいでしょ。ああ。なんだこの音。緊急のインフォメーションってウィンドウに表示されてるよ。パパ、開いてみてください。なになに。本日現時刻より緊急のメンテナンスを実施いたします。アルブヘイムオンラインをご利用のプレイヤーの皆様には即時ログアウトしていただけますようお願いいたします。え、こんな急に。普通は事前に情報を出すはずだよな。これまで ALO でこんなことはなかったよ。ちょっと嫌なこと思い出しちゃうね。アスナ、心配するな。俺たちは今アミスフィアで遊んでるんだ。毎日ソフト的にログアウトできない状況になっても本体側から呼び戻すことが可能だし、現実の肉体も安全だ。うん、もちろんそれは分かってるよ。またインフォメーションが追記された。なお、ログアウトをされないプレイヤー様に関しましてはデータの破損、消去、ロールバックといった障害が発生することもありえます。ご注意ください。おいおい、なんだか随分と強引だな。プレイヤーをそっちのけで問題を急いで解決しようとしているみたいだ。実際今言ったような障害ってありえるの？普通のオンラインゲームならまだしも、カーディナルシステムに守られたこの世界でその可能性は低いはずだ。バックアップ用のサーバーもたくさん用意してるだろうし、保守も万全だ。この ALO でそんなことは起こりえないと思う。ということは、嘘をついてプレッシャーをかけてでもプレイヤーをログアウトさせたがってるってこと？だろうな。でも、なんで？パパ、ママ、早くログアウトをした方が。ユイ、私のことなら大丈夫です。二人がいない間は普段通りスリープモードに移行しておきますから。ユイちゃん。わかった、そうしよう。アスナ、俺たちは宿屋に行こうぜ。そこでログアウトしよう。アイテムを整理するくらいの時間はあるだろう。かもしれないけど。ではまた、パパ、ママ。ああ、またな、ユイ。ちょっとキリト君。キリト君、待ってよ。ユイちゃんの様子が変だったよ。キリト君も分かってるんでしょ。ああ、もちろんだ。だからこそ一度離れた。え？そろそろいいだろう。ユイを追うんだ。追うって、ユイちゃんはどこに行くっていうの？それはわからない。だがユイはしきりに何かを気にしているようだった。あいつは何か探している。スリープモードにもなっていないはずだ。うん、わかった、追いかけよう。
これは。キリト君がユイちゃんに作ってあげた。ユイ。キリト君、急ごう。私、なんだか嫌な予感がするの。ああ、残念だが俺も同じだ。ユイ！ユイちゃん！止まれ！通りだな。やはり貴様たちが標的のエネミーということか。どこの誰だか知らないが、通してもらうぞ。ふん、せい、行くぞ。我が名は黒の王、ブラックローザス。ふん、甘いて、ここで決めてやる。甘いて、はっ、せい、何、はっ、せい、やるな、黒の妖精。なんなんだお前は。黙れ、これで決めてやる。せい、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 すさまじい、その剣技、ただの NPC とは思えない。会話能力があるところも含め、かなり高度な AI ということか。新エリアの新たな試みとしては、ずいぶん何？俺の行く道を阻むな！黒く尖ったアバター！正体は何？アバ、なかなか楽しませてくれ。しかし、まだここからだぞ。悪いが、そういうわけにはいかないんだ。ふん、恐ろしい実力だな。貴様のような剣の使い手は、ブルーナイトやグラファイトエッジくらい。いや、それ以上だ。お前との勝負にうつつを抜かしている余裕は今はないんだ。はぁ、あ、アスター、ヒュイ、待て。あなたは一体。お前ならここへ来ると思っていた。あなた、誰？その子から離れなさい！ママ、危険です。この人と関わってはいけません。ユイちゃん？アスナ、この電脳世界に様々な奇跡を呼び起こした輝きの一対。お前はいずれ後悔することになる。その戯れに興じた己の愚行をな。あなたは何を？さっきの黒いアバターの仲間なの？わらわか、ペルソナ、黄昏の魔女、ペルソナ・バベルとでも覚えておけ。妖精、いや人間よ。黄昏の魔女、ペルソナ・バベル。